シェフミジーク、皆さんこんにちは。ブアクレールプレゼンツ音楽のひとしずくへようこそ。お忙しい生活の中のほっと一息つく時間に、内藤育子がお送りする音楽のちょっとしたお話を語る番組です。毎日たくさんの方々と音楽の時間をご一緒に過ごす中で、皆さんのほんの些細な一言から思いがけず音楽の素敵なお話へと発展することがよくあります。この番組でも皆さんの落としてくださるひとしずくから、新しい発見や小さな知識へと水門を広げていきたいと思います。今日のひとしずくは、生徒さんのサポート演奏。来月の12月17日に毎年恒例のクリスマスイベントがあります。先週のこの音楽のひとしずくでは、そのようなイベントで生徒さんが演奏する曲を先生が編曲するということを話題にしました。先週もお話ししたように、このクリスマスのイベントはクリスマスライブともクリスマスパーティーとも言える感じのもので、もう20年以上毎年やっています。メインはエントリーした生徒さんの有志の方の演奏と、そして私がいつもバンドを組んで一緒にやらせていただいているプロのミュージシャンたち、私入れて6人のそれぞれのミニライブコーナー、この2つがこの回のメインです。その生徒さんの部で演奏する方たちのための編曲、先週は先生として生徒さんのためにやるべき編曲が、今年は自分がするべき分は終わりました、この自分がするべき分はというところの説明はちょっと後回しに、というふうに言いました。この自分の分はとはどういう意味か、例えばソロボーカルで歌いたいという生徒さんがいます。その場合のバックバンドの役は、いつものドラムとベースのプロの先生方にお願いします。そして私のいつもアシスタントをしてくれているあかねさんというプロ卵の若い人がいます。ここでも何度も話題に登場していますが、このあかねさんはとてもピアノがうまくて、生徒さんのボーカルのバックバンドではいつもピアノを担当してくれます。ちなみにクラシックの声楽の伴奏もお願いしています。で、そのピアノ担当がやるべきことというのがあるのです。それは原曲を聴いて、ピアノ1台しか弾いていないのに、その他にはドラムとベースさえいてくれれば、後のパートはそのピアノだけで全体がまるで原曲のように聞こえるというピアノパートを作ること。これは弾く本人が作るのが一番いいという作業です。でもそのピアニストが、例えばクラシックしか弾いたことがない、ポップスのアレンジなんてしたことがないというようなピアニストだったら、もしもそういうピアニストが出演するイベントだとしたら、私が全部アレンジして事細かに楽譜を書いて、この通りに弾いてくださいとそれを渡さなければならない。ですが茜さんには、この曲でこの生徒さんは歌います、よろしくね、これだけで大丈夫です。もちろんその歌のメロディーにコード進行が書いてあるという楽譜、またはそれよりもっといいのはメロディーとピアノ伴奏、要するに弾き語り状態になっている、
そしてコードネームがしっかり書いてある楽譜。このどちらかを渡してあげるとより彼女は作りやすいですね。弾き語りの楽譜を渡したとしてもその通りには弾きません。その通り弾くと原曲とは少し違うアレンジになる楽譜が市販されているものではとても多いので、このどちらかの楽譜を渡すのはあくまでも資料です。聞き取って尺というんですけれども、何小節間あって、どういう順番でメロディーが、どんなメロディーが並んでいて、どこに間奏が入って、そして一番大事なのはどんなコード進行なのか、こういうことのあくまでも資料です。資料としてそういう楽譜を渡してあげるといいということです。それを渡すだけでよろしくね、でもう次のレッスンでは結構それらしく弾いてくれます。すごいと思いませんか？私は彼女がアシスタントだということがとても運がいいです。本当に楽させていただいて。彼女はまだ卒業したばかりなので、アシスタントをしてくれるようになるまでの時代はクラシックのピアニストにお願いしていた時期もありました。一番初期の頃はこの YouTube のボアクレルチャンネルを手伝ってくれているピアニストで作曲家の東谷優子先生が、そういうことがもう大得意で、それこそよろしくねでできてしまう人で、今は茜さんがいてくれる。優子先生がご結婚でお引越しされて辞められてから、というか遠くに住まわれて遠くから応援してくれるようになってから、それから茜さんが手伝ってくれるまでの間はクラシックしか弾けませんというピアニストばかりと一緒にお仕事していました。その期間中は大変で、事細かに全ての音を私が楽譜を書いていたことも少なくありません。または市販の弾き語りの楽譜でもうこれでいいやと、これの通りに弾いてくださいと、本当はもう少し違う風に弾いてほしいんだけどなというところを我慢したりとかね。ただそのクラシックしか弾いたことのない方々も、楽譜さえあれば演奏の内容、例えば音色とか表現とか、そういうことはもちろんとても素晴らしかったです。ですからお仕事としては納得いってました。そうでなかったらアレンジもできません、演奏も別に普通ですということだったら私がお願いするわけがないです。というわけで、自分がするべき分というのはそういう意味なのです。茜さんにしてもらう分はお任せしてありますという意味ですね。そしてドラムとベースの先生方、こちらは演奏内容を事細かに指示するなどということはまさかやるわけがないし、やったら逆に失礼です。もちろんそんな指示などいらない本物のプロです。ですがイベントのたびに必ず1回は事前に打ち合わせを兼ねて聞かせていただきます。本番とは別の日にわざわざスタジオを予約して、なぜかというと、テンポや音の勢いや雰囲気作りなど、それが生徒さん一人一人違うものを私はその先生方に求めるからです。真剣に取り組むピアノの先生、歌の先生は皆さんそういうことされるんではないでしょうか。例えば、とても引っ込み思案でやっとの思いで緊張しながら出演する生徒さんがいたら、すごい勢いで畳みかけるようなドラムとベースが波のように押し寄せてきたら、それだけでも萎縮してしまいます。そういうところをもう少し穏やかに後ろからそっとサポートするような感じで、もう少し小さめの音で演奏していただけますかなどとね。あとはここのところの盛り上げはこのくらいの程度にしていただけますかとか、そんな風にお願いすることもあります。もちろん逆もあります。
勢いよくガンガン行ってしまう生徒さんに、あまりおとなしいドラムベースではおかしいですから。たとえその曲が静かな曲であってもね。だからもう少しここは華やかに派手に盛り上げてくださいとかね。そしてテンポですね。原曲のテンポそのままで当たり前に演奏できるというのはプロの歌い手、プロのピアニストです。原曲のテンポはこうだ、原曲の流れや勢いはこうだと分かってはいても、生徒さんは趣味の方ですから、その通りのテンポや勢いでは演奏できなかったりします。そちらの方が普通だと思います。その場合、原曲はこうですが、今回はこのテンポでなんとかかっこいい演奏になるように仕上げていただけませんかとかね。そんなことをお伝えする、打ち合わせするために事前に聞かせていただくわけです。例えば私が同じお二人のドラマーベースの方なんですけれども、自分のバンドとして仲間として一緒に演奏する時というのは、もう思う存分その方の個性を出していただいて、テクニック表現力を十分に発揮していただいて、そして私も全力でそれにアンサンブルして歌っていく、弾いていく。プロのアンサンブルというのはそういうものです。それと生徒さんのサポートをするというのは違うんです。ですから、プロの先生方の実力、表現力、それから生徒さんに対する優しい気持ち、そういうものは全部信用していますが、100% 信用していますが、それでもやはり打ち合わせが必要です。今回のこの方はこういう方で、このぐらいの出来栄えで、こういう気持ちで今回本番に臨まれるんです、ということを私しかお伝えできないのでね。こういうところが、私が自分で、自分一人で事前に準備できない部分ということです。先週の続きのような話題で、クリスマスのイベントの生徒さんのための編曲という話題から、音楽教室の講師がやるべき編曲の話題でした。フェット・ド・ノエル2023を開催。クリスマスの音楽はヴォアクレールで。12月17日日曜日、12時から14時半、会場は11時45分、中目黒の楽屋にて。クリスマスの話題が出る季節になりました。今年のクリスマスイベントは12月17日と少し早めの開催です。たくさんの演奏と美味しいお食事をお楽しみください。今年は秋のイベントではクラシックピアノの方が中心でしたので、このノエルでは生徒さんの部でのポピュラー演奏が例年よりも充実する予定です。そして生徒さんの部の他にも、毎年恒例のゲストミュージシャンと私によるライブ、そしてこのイベントでいつも大好評のクリスマスソングのレクチャーと演奏、参加者皆さんによるセッション演奏のコーナーなどがあります。とても美味しいお食事と、それにはクリスマスケーキ、特別注文の大きなクリスマスケーキと、そしてドリンクが付き、サンタクロースが来てくれてのプレゼント交換会もあります。詳細とご予約は概要欄にあるヴォアクレールのホームページから。皆様のご参加、お問い合わせなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で。
今週も音楽にあふれた1週間でありますように。 Music et la design.